相馬、いる？うわ、あっぶねえ。曲作ってるところ、見られてないよな。おい、新田、びっくりすんだろ？来る前に連絡しろって。ごめん。ちょっと、話したいことがあってさ。なんか、暗くないか？何かあったのか？ごめん、俺は。ラッドウィーケンドを超えるのは諦めるよ。え、急に何言って。何があったんだ？タイガさんと勝負してきた。自分の実力不足を痛感したよ。この先、どんなに努力したとしても、あーは歌えない。それに、それだけじゃない。あのイベントは、ラッドウィーケンドは、病気になったナギさんの最後を飾るイベントだったんだ。え？ナギさんの最後？そんな、嘘だろ。だって、ナギさんは海外に。俺も最初は信じられなかった。だけど、本当だよ。タイガさんの口から聞いた。確かに、あの夜の暑さは異常だった。わけがわからなくなるくらい高ぶってるのに、今とんでもないものを見てるってわかるくらい。そうか。あの中心には、みんなの、ナギさんへの思いがあったのか。だけど、新田、お前の話は分かった。あのタイガさんたちがやった、ナギさんの最後を飾るイベントなんて、そう簡単に超えられるはずがない。でも、一つ聞かせてくれ。お前は、それを聞いたからって素直に諦めるやつじゃない。むしろ、できないって言われるほど燃えるたちだ。そんなお前が諦めるってことは、他にも何かあったんじゃないか。何か？ああ。別に、何もなかったよ。とにかく俺はもう、この夢から降りるよ。しばらくは、この街から離れて考えてみる。これからの、俺の生き方を。新た、待っ、そっか。そんなことがあったんですね。ああ、結局それから連絡もつかなくてさ。まったく、困ったやつだよな。相馬さん、そういったわけでみんなに来てもらったんだ。新たに何があったのか知ってるんだろ？教えてくれないか？それは。なあ新た、お前はお前のために歌ってんじゃねえか？お前は相棒の夢を背負ってるわけじゃねえ。相馬を失った、その痛みに耐えきれねえから、相馬の夢にすがって歌ってる。結局、俺は、言えなかったんだ。
あんたに何て言われても、俺はあいつの夢を背負ってるって、言えなかった。遠野さんは、相馬さんの夢を。でも、それを私たちが話すのは。そうか。やっぱり、何かあったんだな。ごめん、今のなし。今の質問、なかったことにしてくれ。え、でも。本当は、俺も分かってんだ。新たが隠したことは、直接あいつに聞くべきだって。だからこれ以上、あいつのことは聞かないよ。すみません。いいって。それに、今日は青柳くんたちの顔が見れただけでも、収穫だったしな。え？新たが死にそうな顔してたからな。そっちは大丈夫かなって。気になってたんだ。だけど心配いらなさそうだ。その顔、まだ諦めてないんだろ。はい。まだ諦めてません。俺たちは何があってもラッドウィーケンドを超えたい。そっか。みんな、強いんだな。いえ、そんなことないです。私たちもすごくショックで。でも、どうしても諦められない理由ができたので。理由？はい。ちょっと長い話になるんですけど。次の世代。ナギさんは、そんな風に考えてたのか。はい。だから私は、ナギさんが信じてくれてたように、絶対、ラッドウィーケンドを超えて、ナギさんたちの夢の先に行きたいんです。なるほどな。君たちのことも、ナギさんのことも、知れてよかったよ。新たのことは残念だけど、でも、これでいいのかもしれないな。あいつはずっと、俺のために頑張ってくれてたからな。これであいつが、自由になれるなら。あ。ああ、悪い。なんかしんみりしちゃったな。頑張れよ。はい。あの、今日は遠野さんのこと教えてくれてありがとうございました。ううん、こっちこそ。ナギさんたちの話を聞かせてくれてありがとな。じゃあそろそろ暗くなりそうだし、気をつけて帰ってな。はい。では失礼します。本当に、強い子たちだな。青柳くんに謝り損ねちゃったな。せっかく手伝ってもらったのに、ごめんなって。この曲はもう、あいつに歌ってもらえないんだな。